皆さん、こんにちは。アプタビートミュージックスクールギターの講師の滝沢でございます。今回の動画はエフェクターの紹介動画でございます。先日、こちら XTOMP、ホットのXTOMPでエフェクトを紹介させていただきましたけれども、今回はこれのミニバージョンが登場でございます。それがこちら、ババン !XTOMP ミニ、というですね、もうそのままじゃないかという名前なんですけれども、そのXTOMPミニというものが発売されました。サイズはね、もうほぼほぼスマートフォンと同じぐらいのサイズ、5S とかと同じようなサイズでございまして、まあ、見比べると、その、言うほどミニじゃないんですけれども、言うほどちっちゃくはないんですけれども、重さが全然違います。こっち 420g あって、こっち 198g。まあ、大体倍ぐらいの差があるって感じなんですけども、手に持つとね、XTOMPの場合は結構重厚な感じ、どっしりとした感じ、ずっしりした感じなんですよ。けど、XTOMPミニの場合は、まあ、小さいっていうのもあるんですけども、なんか軽いから手軽っていう感じが、すごいします。で、他の違いとしては、インプットの数が、1つになっちゃったよということ、アウトプットの数も1つになっちゃったよということ、あと一部のエフェクトが XTOMPミニでは取り扱いができません。iPhone とか Android から、もしくはパソコンとかからそのエフェクトのデータをね、バーッと飛ばしてエフェクトを入れ替えていくというエフェクターなんですけれども、一部、コンボ系のもの、2つ並んでいるものとか、あと一部のシグネーチャー系のものとか、使えないエフェクトがあるよということ、ちょっとその辺ね、CPU の差があるのかわかんないんですけれども、まあ、ちょっと、こっちだとフルでいけるんですけれども、一部使えないものがあるという感じでございます。あと何気に一番違うじゃねえかなと思うのがお値段ですね、値段。多分、倍価でね、XTOMPミニの方が、多分、倍価で行くと9000円ぐらいは安くなるかと思います。結構大きいですよね、9000円。なので、まあ、外に持ってったりとかね、その手軽に使いたいときとかは、ね、ミニでもいいのかなって感じですね。アウトプット2つついてて、そこからこうパラ出ししてこう、ね、そっち側でいろいろ音作り、わやくちゃわやくちゃやりたいという方にとっては、ちょっと物足りない一台になるかもしれないんですけども、僕みたいにそのシンプルな使い方、もうインプットは1個あればいいねんと、もうアウトプットも1個あってそのままアンプ行けばいいねんという方はですね、XTOMPミニで全然十分かと思います。僕だったらとりあえずミニでも全然十分ですね。軽いですし、ライブとかでも使える感じです。もしかしたらその卓録の場合はね、フルバージョンの方が使い勝手はいいかもしれませんけれども、まあ、その辺はね、実際に音を鳴らしながら楽しんでいこうかなと思います。よかったら参考にしてみてくださいませ。ではでは、画面のズバババンとお手元をお見せして、鳴らしていきたいと思います。なんですけども、この LED の光り方とかもちょっとね、これ差がありますよね。XTOMPの場合は、この周りのノブが光ったり消えたりとかして、ちょっとかっこいい感じでしたけれども、XTOMPミニの場合はちょっとしょぼくなっちゃったって感じです。ちょっとこの辺の見た目も少し差がありますね。で、このエフェクター、XTOMPの動画をご覧いただいた方はね、すでにご存知だと思うんですけれども、iPhone、Android、もしくはパソコンの方から、Bluetooth、もしくは USB ケーブルとかを通して、データをこっちに突っ込んでエフェクトを入れ替えていくというようなエフェクターになっています。iPhone のアプリを開いてみますと、こんな感じ。アンプシミュレーターがこうわーっと並んでいます。もうこんなたくさんアンプが使えるんですよ。この中から一つ選んでデータを Bluetooth で飛ばしてエフェクトを入れ替えていくと。ディストーション系に関してもすっげーたくさんあります。で、モジュレーションに関してもすっげーたくさんあります。フレキンシーとかもたくさんあります。ただ、2つ並んでいるこういうコンボ系。このコンボ系に関しては、使えないよという感じですので、そこだけちょっと注意です。なんか一つチョイスしてみましょう。フェンダー、ベースマン。チョイスしたら、ロードデバイス、端末に送ると。で、今2つ並んでいるので、XTOMPミニと XTOMP2 つ並んでいるので、ミニの方を選択します。ポンと。接続成功。で、今読み込みが始まっております。XTOMPは使わないから、受けちゃいましょうか。これで今、読み込みが完了しました。で、珍しく、今回は LINE 録音で、音を楽しんでいただこうかなと思います。よかったら参考にしてみてください。エフェクトを切った状態だとこんな感じ。エフェクトを入れるとこんな感じ。Thank you.
こんな感じの音です。このフェンダーのベースマンというのは、ここにいろいろ書いてあるんですけど、もともとはそのベースのために作られるデルタアンプだけど、ギタリストの間ですごい有名になりました。アメリカの伝説的な、なんかこう、すごいこのファットなボトムとか、なんかそういうのを持ち構えたやつだぜ。そうさ、俺らは伝説のフェンダーアンプベースマンについて、話してんだみたいなことがこの解説に書いてあるんですけども、まあそういったアンプの説明とかも、いろいろ読み物としても面白いかなって感じです。僕結構こういう話好きなんで、この辺ちょっと読んでて面白いですね。ちょっと英語になっちゃうんですけども、この辺も楽しめる要素かなと思います。他のエフェクトも行ってみましょう。下の方にバーッとずらしていくと、アンプシミュレーターからディストーションの、カテゴリーに入ります。この中で、一つ新しいのがあるみたいなので、ほら、ニューという帯がついてますね。これ、アップデートで新しく追加されたエフェクトです。X ストンプの場合はお得なことに、追加エフェクトはそのまま無料で使えてしまうんですよ。普通買うんですけどね、こういうのね。追加プラグインで購入するんですけどね、使えちゃうんです。今、こっちに使いました。てん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 。チューブクランカーというディストーションみたいですね。チューブクランカー。とりあえず、これ、ん？どれがボリュームだろう？これか、これがボリュームか。全部フルフラットの状態にして、ボリュームを適度に。よいしょ。なんか普通にめっちゃ、なんかいい歪みって感じですね。トーンをちょい上げて、プレセンスもちょっと上げて、トレブルちょっと上げて。なんかすげえいい感じの歪みですよね。なんかすごい質感がなんかあったかくてすごく良い感じ。これがトーンで、これがドライブという感じで、これがボトム、ベースかな？ベース？キャラクターって書いてありますね。キャラクター。なんかこれをいじると歪みの性質は変わるんですかね。自分こっちに振り切った方が好きですね、これは。で、他にもここがボリュームで、ここがミッドかな、そんな感じになってます。とりあえず、ガッと分かりやすく歪みを上げましょうか。マックスブーン！あ、これは結構歪みを感じる。アーミングしたけど、これアーミングできないな。チューブクランカーという新しい追加プラグインのディストーションですね。これすごいいいですね。僕、こういう音めちゃめちゃ好きです。他の音も言ってみましょう。アンプシミュレートの方に戻って、またいろんなアンプがあります。この中から一つ。西ロヤと13種類もアンプが入っております。エディ
ゴーイチとは言ってみましょうか。エディ・ゴーイチ。多分これ、名前の通り、そのエディ・バンヘイレンの PP の5150か。ね、それのシミュレーターだと思うんですけれども、入りました。切り替わりました。これでいろいろ音を鳴らしていくと、どうでしょう、どうでしょう。おお、びっくりした。これがボリュームやってるのか。てか、すげえ。まだドライブが真ん中なのに、ドライブが真ん中なのに、すげえ歪み量。すげえな。すごいことやってます。まだ原因これ真ん中なんですけども、えらい歪んでます。これ全開にしたらどうなるんでしょう。ノイズがすげえ、ノイズがすげえ。すごい。めちゃめちゃ歪みます。この PB の5150のシミュレート、これめちゃめちゃ歪みます。こんなに歪んでいいのかってぐらい歪みます。他にも、ディストーション系の方に戻って、なんか有名なエフェクトなんか一つ鳴らしましょうか。これとかわかりやすいですかね。ビッグ P って書いてありますけども、説明の方を見てみると、Based on the legendary Big Muff P ってあるんで、まあ普通にこうね、レジェンドリー、すごい伝説的なあのビッグマフをベースとして作ってるぜという感じになります。ロード・トゥ・デバイス。で、エクストンプミニをチョイスして、接続成功。で、今転送されております。くる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 っとね。で、ロード完了。これで今ビッグマフが突っ込まれました。これがサスティーンで、トーンで、ボリュームという感じです。とりあえずトーン真ん中にして、サスティーン真ん中にして、いい具合のところまでボリューム上げましょう。すげえファズ。ファズ感って感じです。まあ、こんな音色も入ってるよって感じですね。で、この他にもね、こんだけもたくさんディストーション入ってるんですよ。で、下の方にはモジュレーションとかもありますし、もうすんごいエロいなエフェクターが入ってるって感じですよ。なんか新しいの他にも行きましょうか。お、なんか新しい。青空コーラス。新しいコーラスみたいですね。ロードトゥデバイス。で、ストンプミニをチョイスして、接続成功。くるくるっとね。今、データが転送されております。ロード完了。呼び込み完了。で、オンにすると、青空コーラスというエフェクトみたいです。お、なんかすごい爽やかな。爽やかなコーラスです。ちょっとうっすらかけてみましょうか、うっすら。
起きるとこんな感じの音。入れると。ちょっとわかりやすくガッツリ書きましょうか。こんな感じかな。ちょっときつめに。そんな感じの青空コーラス、コーラスですね。このなんか揺らぎ感みたいなのもすごく良い感じですよね。あともう1個ぐらい。新しいやつとか。ベラ。リンクモジュレーターですね。なんか効果音みたいなの出すようなエフェクターでございます。まあ、正直使いどころはすげえ難しいエフェクターというか、これいつ使うんだろうって感じがちょっとするようなエフェクターなんですけど、ちょっと遊んでみましょうか。とりあえず鳴らしてみると、こんな音。なんか謎の不協和みたいなのが含まれてますね。これがミックスだから。なんだこれ。リングモジュレーター。ベルをイメージするわけですね。こんな感じの音色でございます。こういう、ね、飛び道具系の音色もすごい充実されているので、こういうので遊んでみるのもまた一興かなという感じですよね。だって何よりこんなにたくさんエフェクトがあるんですよ。普通にもう一通り鳴らすだけでも1日かかってしまうレベルのエフェクトの量でございます。で最初にも言ったとおり、そのコンボ系のやつ、この辺のやつを転送しようとすると、接続性コード出るんですけれども、こんな感じで、このモデルだとちょっとこのエクストンプ、これちょっとアカウントはすわなぁ、つってこうね、エラーメッセージが出て、突っ込むことができないという感じになっております。そんな感じのエクストンプミニの、ご紹介でございました。どうでしたでしょうか。まあ、さっきも言ったとおり、一番最初に言ったとおり、重さとサイズ感と、あとインプットとアウトプット数の違い、あと何気に一番大きいなと思うのが価格でございますね。この辺をいろいろ比較してね、その自分はインプット必要かなとか、エフェクト必要かなとか、あと持ち運びのことを考えたりとかして、やっていくと良い判断材料になるんじゃないかなという感じでございます。以上が、クソのミニのご紹介でございました。ありがとうございます。参考になりましたでしょうか。またね、違うエフェクターをご提供いただいたときにまた違う動画も作ってみようかなと思いますので、そちらも楽しみにしていただければという感じでございましょうか。今回もいろいろ鳴らしてみましたけども、楽しかったでしょうか。で、最後に一つお知らせが、ございます。ババンバンバンババンバン。こちらのエクストンプミニ、まあ、普通に全国の楽器屋さんでお求めいただけますし、インターネットショップとかでもお求めいただけます。で、ぶっちゃけインターネットショップの方が、ね、価格は安くなるんですけれども、当店アフタービートでも取り扱いをしております。おります。で、アフタービート、価格は安くできません。なぜかというと、ちっちゃいお店だから、これを安くしてしまったら儲けがなくなってしまう。しかし、おまけ特典として、
アフターピートでこの X トンプミニをご購入していただいて、動画見たよと、一言メールなり電話なり、何かしら店頭なりで言っていただくと、僕が作った DVD を、無料でお付けさせていただこうかなと思います。今回、今見ていただいているこの動画と、あと僕がね、その X トンプを使いながら、この音色はこうだね、この音色はこうだね、みたいな感じで、僕がお気に入りの音色、お気に入りのエフェクトを10個選んで、それぞれの説明をしているという DVD ですね。無料でお付けさせていただきますので、お、ちょっとその DVD 見たいかもしれない、ちょっと欲しいかもしれない、なんていう方は、ぜひアフタービートでご注文いただければという感じでございます。お値段、安い方がいいという方は、ネットショップで買うと一番安くなるかと思いますので、そちらでお求めくださいませ。DVD 気になるぜという方は、ぜひアフタービートでご購入を検討してみていただければという感じです。じゃあ、そんな感じで珍しく営業したところで終わりにいたしましょう。また違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。あははははははは。